こんにちは、スリーです。今回は一緒に理想のテニスを追いかけていきましょうの記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。私のですね、新作動画ですが、おかげさまでたくさんの方にご覧いただいてます。ありがとうございます。反響もですね、たくさん届いているので、私のですね、がいろいろお話しするより、感想を読んでもらった方が動画の良さがあなたに伝わると思います。というわけで今回もですね、いただいた感想をシェアしていきます。こちらですね、動画購入の決め手、3コーチの動画ですからと言いたいところですが、今回は正直迷いました。最近動画のリリースのテンポが速く、ね、自分で咀嚼できていないまま次の動画を見ています。このままではね、3動画コレクターになってしまい、結果として3 コーチの志に反するようになるのではないかとね、思って少し間を置くべきかとも思いました。でも今回は、売メカ集大成的な匂いがしたので買うことに決めましたと。で、買ってよかったと、感想は買ってよかったと思いますと。ここ一月ほどね、ボールの速い人たちと練習しているうちに、間に合わせようとするあまり、ボールに全然力が伝わらなくなっていましたと。で、随分悩んでいたのですが、今回の動画を見ているうちに、体の使い方がね、独学のようにね、独学のようになっていることに気づきましたと。腰も肩も腕も同時に動き出して、地面からの反作用も体を浮かせるようにしか使えてないという、ボールに力が伝わるわけがないとしかね、言わないダメダメの状態となっていることが分かりました。3エクステンションを意識して滑らせた段、それに気づきましたと。パワーステップも興味深く、フォースタンス理論も取り入れていて分かりやすく、また体の使い方を誤解し、ね、難しく説明されていて、すぐにでも試したくなりました。誤解しがたく説明されていてですね、すぐにでも、ね、試したくなりました。その他の理論もまさにバイメカの大事な部分を手を変え、品を変え、丁寧に説明されていたので、より一層イメージが鮮明になりました。で、これらの気持ちを充電して、高いモチベーションでオンコートレッスンへ。一度に全部はできないので、パワーステップと3エクステンションだけを集中しての練習です。で、パワーステップで早く打点に入るようになって、3エクステンションでね、さらにね、極楽のような動きが姿を消してね、球威も球筋もだいぶ戻ってきたようです。また、そうなると速いボールはエネルギーがあって返しやすいと感じるようになり、すっかり落ち着いたプレーとなりました。まさに効果てきめんでした。機能連鎖に基づく本質的な体の使い方を説明することが自体が、すぐに効果が現れる要素に直結しているという新たな境地の3動画でした。本当に買ってよかったとね、言ってもらってます。こうね、こういう感想をいただくと本当に私としてもね、今嬉しく思いますね。本当にそういうふうに体をうまく使ってもらいたい、テニスを楽しんでもらいたいと思ってね、作成してますので。まあ、ただですね、感想にもありましたが、だからね、こう消化不良という問題がね、まあ私の動画たくさんね、出してるんでね、問題が出てくるかもしれませんが、まあ、全部をいっぺんに試すのではなく、ピックアップしてね、まあ、いろいろ試すという両方が私はベストだと感じてます。まあ、今回だとね、まあ、たくさんね、今回の動画でも言ってるんですけど、その中でも、まあ、パワーステップと3エクステンションだけを集中して練習したと書いてますね。まあ、このね、とりあえずね、部分部分でいいんで、ちょっとずつやってみるんですね。で、ピンときたものだけはね、そのまま残して、ね、あまりまだピンとこないなと思うのはやらなくていいんですよ。全部やろうとしちゃうと消化不良に確かになると思います。でもね、じゃあ実際動画でお伝えして、ああ、これはね、なんかしっくりくるなっていうものだけをね、取り入れてもらって、で、そのピンときたものだけをやり続けてですね、で、まあ、そうじゃないものはね、保留という形をしてたらですね、まあ、だんだんですね、ピンときたものはね、意識しなくてもできるようになって、で、ものになったらね、今一度保留していたものをね、取り入れてみるんですね。すると、以前はあまり何も感じなかった方法がね、今度は必要性を実感できたりするんですね。まあ、これはその方の体の使い方の段階にもよるので、まあ、その時はまだね、そこをね、ピンとくる状態じゃないけど、他のことをやることによって自分のステージが上がって、で、今までピンとこなかったものがね、なんかバシッとね、体に入ってくるっていうことなんですね。なぜそれが可能かというとね、私の天使上達報道は全てが繋がってるからなんですね。あら、あとはもうそのね、順番というか段階なんですね。で、それらをずっとですね、私は手を、品を変え、いろんな方法でお伝えしているのでね、
まあ、そうやってだんだん 完成していってもらうっていうのがね、私のね、最終目的でもあります。だからもうずっと体の有効活用っていうのを追求し続けてるだけなんでね。まあそれをテーマとかね、いろんな方法を変えてお伝えしてるのでね、まあピンときたものはね、バンバン取り入れてもらって。で、ね、またね、何か習得したらね、前はピンとこなかったものをもう一回やってみると。これをひたすら続けるとね、本当に理想的なテニスをね、表現することができますので、まあその一個をね、極めてから次の動画っていうわけじゃなくて、もう、知ったものをとりあえずトライするなんですね。やってね、よかったらそれを残して、ダメだったら一回置いといて。で、それがまたね、もうなんとなくしっくりきたら次のまた取り入れてっていうふうに、ちょっとずつでいいのでね、まあ、自分のペースでね、追いかけて自分の体の使い方を追求してもらうとね、本当にね、ずっとテニス飽きずにね、できますし、ずっと何かね、トライしてるっていう状態になる。それもすごくテニスのね、楽しい部分であります。で、今回のね、ストローク、ボレー、解体新書というのはですね、究極まで分解された異次元テニスの証明という見出しだけあって、本当に内容も濃いですのでね、ぜひこちらもですね、ご覧いただいてね、あなたのね、ピンとくるね、要素の一つとして取り入れてください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。